エソ科、マエソ属、マエソを紹介します。これはマエソ属、あるいはエソ科の中でも、鱗が大きく、この側線輪数、この側線に沿った鱗の数、この尾骨後端を曲げた時に、尾びれを曲げた時にできるシワの位置までの側線輪数が50枚以下で、まあ近似種のそっくりなワニエソやトカゲエソがいるんですけど、ワニエソの場合は55枚前後で少し多く、トカゲエソになると60枚前後と、もっと細かい鱗になります。なのでパッと見鱗が大きいなと思ったら、マエソの可能性が大なわけです。で、エソ、英名でリザードフィッシュ、トカゲウオです。で、このマエソは学名をサウリダマクロレピスと言います。サウリダというのはサウルスとかトカゲを意味する言葉です。で、マクロレピス、大きなレピス、鱗、大きな鱗を意味します。頭部から見ていきましょう。このように歯が細かいですが、かなりの一本一本の鋭さがあって、この下顎、歯骨歯なんですけどね、歯の骨の歯と書いて歯骨歯に、この外側に細かい非常に細かいで、内側に大きめな円錐歯があります。で、その大きな円錐歯を内側に押すと倒れます。下頭歯です。食べたいものを逃さないためです。逆にはいきません。外側には倒れません。で、上顎、上顎をちょっと見てみましょう。上顎歯ですね、これも円錐歯、これも内側に倒れます。下頭歯です。で、口を開いてみますと、この上顎の頭蓋鞘と呼ばれる部分の口蓋骨歯、口の蓋の骨の歯と書きます、が左右2列ずつあります。今触ってみますんで、これが内側の口蓋骨歯です。で、これが外側の口蓋骨歯です。左右2列ずつあります。で、こう奥覗いてみますと、かなり喉の奥にも一対上咽頭骨歯と思われる歯が見えます。まあ、光ってるのがそうです。このような感じです。で、左右にちょっと長い鰓弓があります。エラの弓、鰓弓があります。で、口ですが、後列、口が裂けている部分、この辺まであります。後列がかなり大きいです。で、目は中、後列の中央よりやや前にあるかなという感じで、で、目を見ると、まあ、目はこの瞳孔と目、両方ともまん丸に近いですね。それで、ちょっとここら辺が、こうわかると思いますが、歯剣、油の、まぶたと書きます。脂肪の歯に、まぶたで歯剣です。歯剣があります。アジ科の魚のような歯剣があります。この中央部、瞳孔の部分は歯剣がありません。こうやってピンセットを、中に歯剣の裏側にこう入るのでわかると思います。ここから後ろと、ここから前が歯剣です。こんな感じです。で、この上顎の粉端近くは、こう、
カーブして上に上がります。で、口を閉じた時に、口を閉じても上顎の、まあ、上顎歯は外にはみ出ます。左右見るとこんな感じです。口を閉めても外にこう歯があります。で、まあ、頭部は円筒形、ちょっと四角ばった円筒形、それから胸びれ、胸びれは長くて腹びれの基部を超えてます。これ近似種のトカゲソだと胸びれは短くてこの腹びれ基部に達しません。近似種のワニエソもこのようにマエソと同じで腹びれ基部に達しますが、トカゲソは短くて達しません。その辺は重要な分類形質です。で、腹びれ、腹びれはこのように開いてみると白色半透明で、腹びれ前縁と腹びれ後縁、最後の軟条と最初の軟条の長さがほぼ同じです。それは前祖族に共通する特徴です。赤エソ族と違います。赤エソ族はこの後ろの軟条が長いです。それが前エソ族と赤エソ族の違いです。で、胸びれはこのように暗色で、まあ、規定がこのように垂直よりは水平に近い、まあ、斜めですね。まあ、水平に近いということは分類表、下等な分類群に属するということです。で、ここにエソ科共通の油びれ、これはヒレではない突起物です。で、尻びれはこのやっぱりこの白色透明ですね。で、尾びれが重要で、前その場合この常用気褐色というか、まあ褐色がてまして、この下葉をこのように黒ずんだ褐色であることが多く、尾びれの後縁が黒いことが多いです。それと前祖の場合はこの抗体はちょっと不明瞭なんですけど、まあ、こうやるといくらか見えるかなぐらいで黒色点列があるんですね。あまり明瞭ではありません。前祖の場合はこれが付け上げ餌層、それとか、あと黒エソなんかだと黒色点列があります。というより明瞭です。それから、ここが重要なんですけど、ワニエソ。重要であり、まあ、また定番でもあります。ワニエソとの見分け方の一つで、尾びれの下縁、下の縁が、前エソの場合、このように広いです。尾びれ下葉は、黒ずんでおりますが、この下縁、その一番下はこうやって見るとわかるんですけど白いです。ただこれもワニエソもマエソもそうですけど、個体変異、個体差がありまして、どちらか判別のつかないような個体も多々ありますので注意してください。それと側線輪、先ほど言いました側線輪はやや隆起しております。こうやって見ると角張ってるのがわかるかと思います。で、このビヘーブこの部分はビヘーブと言いますが、この角度が一番見やすいかな。ちょっと隆起してるんですね。まあ少しですけど隆起してるので、まあ上から見るとこのようにちょっと幅があります。腹びれ、側面から見るとこのように側面は白いです。で、黒エソとの間違いなんですけど、黒エソはこれがちょっと黒ずんでおります。で、黒エソの場合は深い海に
生息しております。この前層は普通100メートルより浅いところに生息しております。前層でした。